先日、夫の長女の結婚が決まり、家族の顔合わせがあった。私たち夫婦は松一再婚同士で、私の子は、独立済みで、今は夫婦二人で暮らしている。夫の子は、妻有籍での離婚だったけれど、親権が取れず、夫の転勤もあり疎遠。養育費の支払いが終わってからは、数回しか会っていない。私は、この日初めて子供たちに会った。 長女たちは、まだ若く、貯金もないので、結婚式も新婚旅行もなし、顔合わせも。お相手のお父さんがこれくらいはと、ホテルのレストランを予約してくれた。もちろん、夫が、支払いの半分を負担させてもらった。夫は、今まで寂しい思いをさせたし、何もしてやれなかったから、お祝いしてやりたいというので、二人で相談して、 かなり豪華なプランに決めた。内容は、浦安のホテルに4泊。ハネムーンスイートなのは内緒。タスホテルチャペルでの結婚式タス写真撮影。TDR の 2TAY チケット。往復の旅費。いつか、結婚式の費用にと夫が貯蓄してあったので、残りは現金で渡した。海外挙式とどちらにするか迷ったものの、 海外挙式するほど休暇が取れないというのでこのプラン。夫の通帳を見ると、本当にコツコツと、娘たちのために貯蓄しているんだよね。養育費の他に、学費、結婚式費用、いつか孫が生まれた時費用。全部合わせると、東京近郊でマイホームが買えるくらい。今も、小遣いから、コツコツ積み立てしているらしい。もうほとんど趣味。 娘ちゃんたちも婚約者も大感激で、すごく喜んでくれた。10年ぶりに会った元妻も、さすがに驚いたようで、今更ながら、過去の謝罪をしてくれたほど。ところが、なぜか、婚約者の母が騒ぎ出した。ホテルチャペルでの結婚式なら、家族全員呼ぶのが当然。私たちは東京中なので、全員招待するのが常識なんだそうです。 結婚式って言っても、写真撮影のための簡易なもの。当日衣装を合わせするんですよ。確かに、私たちは、見に行こうとは思ってはいましたが、もうすごかったです。お祝いに渡した現金があれば、婚約者家族を招待できる。4泊を2泊にすれば、あと4人泊まれる。あとは、私たちの家に泊まればいい。みんなで車で行けば、予費も足りる。 もちろん私たちが招待するのが大前提で、これは大体なんですよ。どうしても結婚式が見たいといえば、招待するのは構わなかったんですよ。もちろん、ホテルも普通の部屋出し飛行機もエコノミーですけど。でも、婚約者母の希望は結婚式じゃなくて、豪華東京旅行。まるっとお断りですよ。そんなの。でも、夫の方は、 セリチから負けしたのか、どうにも折れそうな雰囲気。おいおいと思っていたら、パコーンと、良い音が響きました。婚約者の妹ちゃん、お盆で、母の頭を叩いてました。鬼の競争で。その後、婚約者兄弟と父に、母親は連れ出され、戻りませんでした。婚約者祖父母のうんざりした表情は、忘れられません。 その後、婚約者両親は離婚したそうです。直接の原因は、母親の浪費と借金だそうです。うちは接触はないですが、地元にいるご家族や長女夫婦は結構大変みたい。くれくれというか瀬古吉というか、ああいう人って初めて会ったんだけど、こっちの意見は聞かないし、次にどんなことを言うか全くわからないから、ただただ呆然としてしまったよ。 正直なところ、家族は大変だなぁと同情します。私のこのパートナー親は、普通の人であってほしい。